若林学徒入院治療。巨人は3日、若林が野手26が大阪府内の病院で自然気胸と診断され入院治療を受けていると発表した。自然気胸は痩せている若者男性に多い病気で、外傷など明らかな理由もなく肺に穴が開く病気。6月に西武からトレードで加入した若林は主に代走守備固めで出場していたが、2日に出場選手登録を抹消されていた。退院後はジャイアンツ球場でリハビリを開始する。若林は自然気胸発症で抹消だったのか。特に原因なく肺に穴がすくことがあるんだな。若林は気胸か、まあ納得の二分落ちだわな。怪我というか病気だったのか。若林、肺に穴開いたん、すげえ苦しかろうに。何の理由もなく若林より佐々木優先する監督はいなかったんだ。結局秋広を上げるために若林落としたんじゃなくて、若林が離脱したから秋広上げたのか。それなら佐々木が残った理由が説明つくな。肺気胸はまあ半月ほどやな。普通は痩せた人がなるんやが、若林の代わりだけど阿部が秋広レフトで使うとも思えんが、若林が急なアクシデントでとりあえず秋広上げたって感じか。代打待機かな。ご視聴ありがとうございました。